また若干遅刻をいたしまして、申し訳ありませんでした。私から1、2点、ご報告をしたいと思います。今日明日まで、予算の本予算のですね、基本的質疑が行われています。今日までがテレビにこういう話になるわけですが、私はご案内の通り、今朝石原共同代表、藤井総務会長、松野幹事長、そして今中山先生がやっているということでございます。この本予算の質疑はですね、しっかりやって、そして、来年度予算の問題点を浮き彫りにするというのが一つと、それからもう一つはですね、やっぱりこれからこの国会最大の案件になる安全保障の問題、それについての議論を行っているということでございます。それからあと、それが終わればですね、いよいよ各委員会の方が大臣招集含めてスタートしていくので、そのあたりの段取りを先ほど各理事の皆さんと協議をしたということであります。それからあと特記事項として2つ申し上げたいと思います。1点は国会改革でありますが、各報道も、また始まって、いただいておりますけれども、これはですね、最大のポイントが我々は国会のですね、立法機能の再生強化だと、こういう話を言ってきたわけでありますが、ようやっとその方向で、議論が動き、またメディアの皆さん方ですね、その方向で、少し報道もしていただいているということだと思います。今まではどちらかというと、いわゆる総理はじめとする閣僚の、国会出席の軽減という話ばっかりが先行してたんですが、ようやっといわゆる議員立法の審議をどうするのか、こういう話が与党の方からも提案があり、また与党から提案があったから皆さんが書いたのかもしれませんけれども、そういった報道もなされるようになった。1年かけてですね、ここまでようやってきたかということで、今一歩だ、こういう思いでいます。念のため繰り返しになりますが、我々の国会改革はまさに立法府としての機能の再生強化でありまして、もっとそれを端的に言うと、今の国会は与野党対政府という構図で、論戦が行われている。今の予算委員会見てもらってもお分かりのように、与党の質問をして、野党の質問をして政府が答える、こういう形になっているわけですけれども、我々が目指す国会は与野党の論戦が行われる国会ですから、いいですか、我々が目指す国会は与野党が論戦を行い、そして立法府としての結論を出していく、それが我々が目指す国会です。もちろん、立法府がですね、行政府を、監督チェックをするという機能ももちろん重要な機能でありますが、ほぼそれに 100% になっている今の国会のやり方を変えようと、こういうことでありますので、どうか皆さん方からもぜひ上司の皆さんにお伝えをいただきたいというふうに思います。で、そういう国会を目指して具体的な活動としていくつか議員立法も出してきましたが、その中で、国民投票法、これは先週ですね、もう報告をこれでしましたね。国民投票法の話は船田先生をはじめ自民党の皆さんからお越しいただいて、憲法調査会で議論をいたしました。この報告はさせていただいたと思いますが、そういった形で、動きが出てきました。それからもう一つ動きが出ているのは教育委員会の廃止法案ですね。これも我が党が法案を出して、論戦をリードして、与党の中でも今自民党と公明党が議論をしている、あるいはまた自民党の中でもですね、官邸と自民党の党で議論をしていると、そういう意味では、ある意味では敵味方、与野党入り乱れてですね、論戦が行われているとこういう状況でありますけれども、いずれにしても、我々は我々が目指す政策の政策実現のために頑張っていくということでありまして、こういう国会がどんどん進んでいくというふうな姿を
目指したいということであります。とりあえず私から以上になりまして、新しい質問をどうぞ。はい、はい、で今国会改革に関してはですね、全体の、与野党全会派という話でありますが、実質的にはですね、自民党の小此木代理とそれから我が党の中田代理のところで、実務の協議をして、中身を詰めているという状況であります。はい、それではご質問を受けさせていただきます。ご質問の際、所属と名前をおっしゃってご質問ください。ご質問ございますでしょうか。はい、時事通信の方に申します。申し訳ありません、今の冒頭のお話とはちょっと話がそれるんですが、今日質問に立った石原代表が、質問後にですね、国会内で、大阪都構想の舞台化目指して橋本市長が出直し選挙に出ることについて、橋本さんが再選しても、結果が変わらないという、市議会の分布勢力が変わらないということで、否定的な見方を示したという部分と、あと党大会での挨拶で維新は多数決を重視するとおっしゃいましたけれども、高校の生徒会なんだから、そういうふうな大事な政治案件を決めるみたいな政党ではないというふうに、その多数決についても否定的な見方を示しました。国対委員長としてはこの辺の発言についてどのように考えますか。国対委員長としてという言い方はなかなか難しいんですけれども、いずれにしてもですね、橋本さんの出直し選挙に関しても党大会で、採決をしたわけじゃありませんが、党大会で訴えてみんな了承して聞かせていただいたし、それから、多数決に関してはこれも何度も、上院議員総会あるいはまた役員会で言われていることですから、それはそれで、我が党のまさに、政治的な文化だとこう思っておりますので、それは変わらないこういうことだと思います。代表の個人的なお考えはあるのかもしれませんが、我が党としては、両案とも、変わらないこういうことだと思います。はい、その他ご質問ございますでしょうか。国会改革なんですけども、先ほどは与党並びに維新みんな4党の枠組みということに恐らくなっていると思うんですけども、これは全党になってやっぱり4党の方が望ましいというふうに、それは与党の方がある意味ではそう考えるのかもしれませんが、我々は我々の主張をさっきも申し上げた政策実現していくとこういうことで、どんな場でも我々の主張を言っていくということに変わりはありません。で、自民党との協議という話もこれは実質的にですね、我々の考える改革を実行していくための一つのステップだとこう思っておりますので、最終的には全党で決まればそれが望ましいというのはその通りだと思います。私の後ろで1個前 の質問、石原さんの話ちょっと関連するんですが、我が党の政治的な文化だと多数についてはご覧ください委員長おっしゃいましたが、この政治的な文化を否定する石原代表は実際いらっしゃって、さらに出直し選挙も否定されているということに対して、石原と代表に対してはどんな印象を持ちますか。一つの個人的な見解として受け止めるしかないこういうことだと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。ありがとうございました。